なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。潰す。巨人は？なんだ、飛行士か？とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。かっさばいてやる。くそだ、トライ。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。ある意味の考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ？あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、狙う新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。わかった、わかったぜ。倒せた。救援要請。
人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。次蹴散らして。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。頼む。生きられるのは勝者だけ。分かったぜ。援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。ついてきてほしい。俺も行く。感謝する。頼んだ。私も行く。助かったぜ、ミカさん。エレンとアルミンは無事か。エレンは…おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。味方が苦戦している。行かないと。かっさばいて。あっ、巨人が。クリスタ、なぜここに。壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。頼んだ。リーダーした。戦わなければ勝てない。節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。もう一押し。潰す。もう一押し。まだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。